礼拝になります。今月もあと今年もあと1ヶ月になります。皆さん元気で頑張っていきましょう。まず最初に聖書の御言葉をお読みいたします。今日お読みさせていただきます箇所はイザヤ書の26章、イザヤ書26章の12節13節をお読みします。イザヤ書26章12節から13節。主よ、あなたは私たちのために平和を備えておられます。私たちのなすすべての技もあなたが私たちのためにしてくださったのですから。私たちの神主よ、あなた以外の多くの君主が私たちを治めましたが、私たちはただあなたによってのみ皆を備えます。アーメン。ただ十字架のイエスにありです。Thank you.
今日ここに集まりました一人一人をあなたが大いに祝福し、恵みで満たし、憐れんで、そして私たちを正しい道へと導いてくださいますことを感謝いたします。今ここに、もし向かっているものがありますがどうかその足を早めてください。また今日諸事情でこの場に集まれなかった兄弟姉妹をことに思えてください。彼の兄弟姉妹たちがどこにいてもどの場所に置かれていてもあなたの愛がそこにあることを感謝いたします。あなたの臨在で満たされていることを感謝いたします。どうか一人一人があなたの御手の中で心の平安と体の健康が守られていますことを感謝いたします。神様、すべて過ぎました1週間はあなたの御手の中で守られましたことをありがとうございます。今日から始まりますこの1週間、そして2015年の最後の本月、心が本当に忙しなく、いろいろなことで振り回される日々が続きますけれども、どうか私たちの心の平安をあなたが守ってくださいますようにお願いいたします。何においてもどの場所においてもあなたを大事にする日々を過ごすことができますように、どうか私たちをどうぞ守ってください。神様、たくさんの、神の家族の兄弟姉妹をありがとうございます。特にあなたの素晴らしい働き人として用いられている、栗山さんご夫妻、栗山翔雲君、恵美さんご夫妻、近藤恵美さん、各ご家族、たくさんの方々、あなたがどうか格別に祝福してくださいますように、そして彼の身の安全をどうか守ってくださいますように、そして彼らがあなたの素晴らしい愛をたくさんの方々に流すことができる、その素晴らしい働きをこれからも続けていくことができますように、どうか励まし導いてください。神様、あなたの誕生日はクリスマスがもう目前に迫っています。私たちの、世の中には今私たちのように本当にあなたの愛に恵まれている人ばかりではありません。今この時期あなたの愛をまだ知らない人々をどうかことに覚えてください。そして私たち先に救われた者としてあなたの愛がどれほど素晴らしいものか、またあなたの愛によって生きることがどれほど実りあるものか、どうか私たちの言葉を通してまた行動を通して示すことができますように、またあなたが私たちに与えてくださっているこの無条件の愛を、あなたの愛をまだ知らない人々は私たちの周りに置かれている人々に流すことができますように、どうか私たちを整え用いてください。私たちがこの教会に、集められていること、どこにもあなたの素晴らしい目的があることを感謝いたします。私たち一人一人この命は決して無駄に作られたものではありません。あなたが一人一人に目的を持って、そしてこの世に存在させてくださっていることを感謝いたします。今人生につまずき、明かりの見えない暗闇に落ちている兄弟をどうか覚えてください。私たちが あなたが私たちの、この体を用いてその兄弟に語りかけることができますように、そしてあなたが私たちにいつも語ってくださるように、私たちのこの命はあなたの目には高価で尊いとあなたが教えてくださいました。そしてあなたは私たちのことを愛してくださっています。その愛をその、今の不安の中にいる兄弟姉妹、また試練を通されている兄弟たちに流すことができますように、私たちもそうしてあなたに救われたものです。このあなたが私たちを救ってくださったこの瞬間を私たちが決して忘れることがないように、これからもどうか導いてください。聖霊様、今私たちはあなたを心にお迎えいたします。この新しい1週間もどうか私たちの内側から助けてください。そして私たちの言葉や行動を通してあなたの素晴らしい恵みを、そしてあなたの素晴らしい栄光を表すものと見てください。神様、この GCCC の教会に今木稔先生、そしてエルミさん、ゆいかちゃんが与えられていることを本当に感謝いたします。今日も
今そのあなたが与えてくださっているものの中の一部をあなたにお返しお返しいたします。どうかこの献金をあなたの素晴らしいご利益のためにお持ちくださいます。また私たちがこの献金を心から喜んで捧げることができますこの恵みを感謝いたします。どうかここに、捧げられた一人一人の音の信仰に応じてあなたがますます祝福してくださいますように。
おはようございます。おはようございます。年内最後の、バイリンガル礼拝ですね。まず皆さんこのことをですね、共に感謝したいと思うんです。ちょっと隣を見てください。もしくは後ろですね。子供たちが一緒に座ってるってことなんですね。でこれが本当に教会のあるべき姿なんです。1年前まではこの光景はなかったわけですが、この2015年からバイリンガル礼拝が月1回始まりまして、このことはですね、私たち夫婦にとっても大きな、私自身にとっても大きなチャレンジであったわけですね。と申しますのもですね、子供たちも聞いてますのでより分かりやすく、また英語と日本語、これが一番のチャレンジですね。本当に多くの準備と祈りというものを用いてきました。でも本当にこの家族で礼拝できる喜びをぜひ GJCC の皆さんにももっと味わってほしいな。でこれが私と泉の、妻のですね、一つの取り出しの課題だったんですね。家族 で私たちもそういった環境で生まれ育ってきたので、これがどれほど祝福かということをよく分かっているんですね。でそういった思いに、押し出される中でこのバイリンガル礼拝が、始まったわけですね。ぜひ私たちはですね、このあのエペソ人に書かれているように、神の家族として共に成長していく、神の家族として共に前進していく、この領域をですね、さらに取りなしに乗っていきたいなと思います。いつか皆さんのご自身がこの場所に立って、共に礼拝する日が来ると私は本気で信じています。アメン。皆さん信じてますか？信じる者にはそれがなっていくんですね。ですから私たちは本当にこの2016年、来年の標語は回復です。 Restoration、 回復の年。それは父と子の関係、すなわち私たちと神様との関係が回復されていく、また私たちのこの家庭が回復されていく、そして人生の全ての領域が回復されていく。本当にこの期待を持って、共に前進していこうではありませんか。はい。今朝皆さんでご一緒にルカの19章、 So let's open up Luke chapter 19。前にも出てますが、19章の1節から9節までを、まず皆さんでご一緒に読みしたいと思います。今朝はザカイというですね、人物に少し目を留めながら御言葉を見ていきたいと思いますが、まず日本語でですね、19章の1節から9節。Now, Linton, could you ask that later in English, please? Luke chapter 19, verse 1 to 9ですね。じゃあ皆さんでご一緒にまず日本語で、ちょっと長いですけど、お読みしたいと思います。3、はい。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんなお方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグワの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの国に来ました。この人もアブラハムの子なのです。Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but being a short man, he could not because of the crowd. So he ran ahead and climbed a fig tree, a tamarisk fig tree, to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly.
All of the people saw him and began to mutter, "He has gone to be a guest of a sinner." But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated on anybody out of anything, I will pay them back four times the amount." Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, because this man, too, is a son of Abraham." Thanks so much. Amen. 一言お願いします。父なる神様、あなたの素晴らしい御名はこの朝も心から賛美しております。主はあなたが助け主として送ってくださった聖霊様が、今朝も私たちに御言葉を教えてくださることを確信してありがとうございます。御霊の霊によって私たちの心を、また霊の目、霊の耳をあなたが開かせてください。聖霊の本当に導きの中、この朝父を私たちがあなたの心に歩み寄るものとして、あなたの御言葉から主はあなたの御心を知ることができますように、主に期待しイエス様の名によってお願いします。アーメン。ザカイという名前を聞くときに皆さんどんな印象をお持ちですか？あまりいい印象を持っている方って少ないんじゃないですかね。When you hear the name of Zacchaeus, what kind of impression do you have about him? Probably, many of us don't have their great reputations of him, are we? 私が昔教会学校でこのザカイの話を聞いたときにですね、彼は罪人とかですね、背が低かった。欲深かった。子供ってこういう言葉をキャッチしやすいですね。この言葉しか覚えてないんですね。これが私のこの教会学校のザーカイの思い出だったんですね。When I heard the story of Zacchaeus at the Sunday school when I was little, all I remember was he was thinner, short man, and greedy guy. You know, that's the pretty much all I remember. しかし今日の物語の中で私たちこのザーカイから学びたい姿勢というのが一つあるんですね。But above all the negative reputations that the Bible tells us about him, the one thing that we need to learn from him is his attitude toward Jesus Christ. それが4節の言葉なんです。まず今日ここから見てみましょう。ザカイはイエスを見るために前方に走り出て一軸桑の木に登ったと書いてあります。Verse 4.So Zacchaeus ran ahead and climbed the sycamore fig tree to see who Jesus was. 皆さんに一つお伺いしていいですか？この朝、前方に出て、木に登ってまでイエス様を見たい、イエス様の声を聞きたいという思いで教会に来られた方、何名ぐらいいらっしゃいますか？Let me ask you first, how many of you did you come to church this morning with the same passion what Zacchaeus has? I'm so anxious to see Jesus.Just raise up here. どれぐらいですか？半数ぐらいですかね。あれじゃあ、ザカイはですね、走り出て木に登った。それはイエス様がですね、本物だったからなんです。私たちは本当に主を求めていく。主の御顔をしたい求めていく。ここに私たちの生き方があると思います。ザキエス ran ahead and climbed a fig tree because Jesus was real.And this story clearly shows us that how we live our lives. We need to continue to seek His face. 皆さんにとって最も嬉しい知らせとかニュースって何でしょうか？ボーナスが出ましたとかですね。日本ではボーナスの時期ですね。カナダもボーナスってあるんですか？牧師先生もボーナスがあったらいいなと私も時折思うことが本気でありますね。まあでもない中にあっても生かされて、まあ、これも感謝かもしれませんが。学校でいいスコアを、まあ、取ったわけですね。So, what is the most exciting news that you like to hear in your life? Maybe getting good mark on your exam, if you're a student, or getting promotion at your job status. So, what are they? 私にとってですね、最も嬉しい知らせというのは、人々がイエス様との出会いを通して人生が変えられていく。でもこれは牧師だからではないんですね。牧師になる前も本当に誰かの洗礼式に立ち会うことって本当に心が弾んだんですね。What is the most exciting news for me to hear is someone's life is completely changed through the encounter with Jesus Christ. It's completely transformed by accepting Jesus. また一人、天国で会える家族が増えたなって。
そんな気持ちですね。でもそれだけではないんです。この地上においても、あの詩篇の48編の14節に書かれているように、神が常しえにあなたを導いていく。あ、この人も本当に主が導かれていく。これに勝る確信と平安ってないんじゃないでしょうか。 One must hope that I can meet at the same place in heavens. But not only that, the Bible promised in Psalm chapter 48, verse 14, that God will be your God even to the end. And there is nothing more precious than this promise. 先週友人からですね、カルガリの友人からメールをもらいまして、前回ジャパンデライトに来てくれた女性の方がイエス様を信じました。で、私が2部渡した聖書のうち1つを受け取った女性だったんですね。で、本当に私は我が身のように嬉しかったんですね。本当にイエス様との出会いを通して彼女の人生が変えられていく。喜びと感謝で、また救いの確信で満たされていく。ザカイもその一人だったんですね。 Last week I got email from the friends in Calgary, and one of their homestay students accepted Jesus Christ. And she was actually the one that I gave the Bible at the Japan Tonight a week ago. And it was the best moment that I shared with him. Through the encounter with Jesus Christ, the person's life will be changed. Their life will be filled with the joy and the thanksgiving.And more importantly, the assurance of salvation that is taking place in your life. And that cares. I want that. 3節によってこのように書かれていますね。ザカイはイエスがどんなお方か見ようとした。イエス様ってどんなお方だろう。皆さんこの期待感持っていますか。もうエルサレム中で主がなされているこの奇跡であり、また宮崎のものをザカイは聞いていたんですね。病人を癒し、奇跡をなし、私の身長を伸ばしてくれるかも。そんな祈りなかったと思いますけども、でも私は昔本気でそのことを祈ったことがあったんですね。神様、もう少し身長ください。その祈りは叶えられませんでした。今思ってよかったなと思います。高すぎたら多分妻とバランスが取れてなかったと思うんで、本当に忍び心だったかなと思うんですね。So, firstly, Zacchaeus wanted to see who Jesus was.Because of his great reputation all over Jerusalem, doing the miracles, healing the sickness. どうしてもザカイはイエス様を見たかったんですね。So Zacchaeus was so anxious to see who Jesus was. まさにこの光景ですね。イエス様ってどんな方だ。するとですね、ちょうどイエス様がそこを通られた。これ偶然ではないんです。このちょうどというのはカイオス、主の時なんですね。必然だった。そしてイエス様はこう言われたんですね。ザカイ、私は今日あなたの家に泊まることにしてあるから。And Jesus was coming on the way. And Jesus said, Zacchaeus, I must stay at your house. 皆さん、ザカイとイエス様は初対面ですよ。初めて会った人にですね、私はあなたの家に泊まることにしてある。ずうずうしいですね、イエス様。なかなか言えませんね。You know, Jesus never met Zacchaeus, but still he said, I must stay in your house. It's quite a strong statement, isn't it? But he didn't ask about it, but it was his favor. これが神様の行為だったんですね。しかしね、驚くべきはここなんです。初めて会ったザーカイの今朝数字もお祈りしてくださいましたが、名前を主が呼んだと。だからザーカイは嬉しかったんじゃないかなと思います。But to his surprise, because Jesus called Zacchaeus by his name, he was so glad that came down immediately from the tree. 私は先日ある方からメールをいただきまして、違う方ですけども、これは。えのきによる牧師、拝啓。私は以前、バンフに住んでいたことがありまして、日本にいたときに、先生のご両親に本当によく知っていただき、ブラブラブラ、先生のこのバンフの働きを覚えて祈っています。そんなメールだったんですね。でも私はその方のことを知らないっていうか、会ったこともないことなんです、ね、でそんなようなことからメールが来て、
一瞬誰だろうなと思う反面ですね、名指し、名前を呼んで、まあ、そのように祈ってますよって言われたことが本当に嬉しかったんですね。 A week ago I got an email from the person that I have never met before in my life. But he said, "Yeah, Pastor Minoru, and I was living down a few years ago. And I know your parents so well. I see you're so good to me when I'm in Japan, and blah, blah, blah. But I'll be praying for your ministry in the church from Japan." And even though I didn't know the person, I was kind of happy to, happy as I read the message, because he knows my name. イエス様が十節で、ここ皆さんでご一緒に読みしましょうか。このように書いてありますね。3番。はい。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。Jesus said, verse 10, For Son of Man came to seek and to save what was lost. 主がザーカイの名前を呼ばれたように、この朝私たちも主に名前を呼ばれて、この場所に集められていることを感謝しておりませんか。Just as Jesus called Zacchaeus by his name, we are all called by the creator of heaven and earth. We gather together this morning. ちょっとお互いに言ってあげましょうか。あなたの名前を呼ばれていますよ。Let's encourage by each other. God is calling your name. God is calling your name.、ね、あなたの名前を呼ばれていますよ。アメン。イエス様がですね、この地に来てくださった目的というのは、ここに書かれているように失われた人を探すため救うためである。で、私たちはこの御言葉を覚えるときにですね、このビジョンを持って歩んでいかなければいけないんですね。 Jesus came to seek and to save lost what was lost. And as we come to realize that his purpose of coming, we must have this bigger picture of what we are living for. それがですね、旧説。Jesus said to him, Today, 今日、皆さん行きましょうか。今日、救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なんですか。Jesus said in verse 9, Today, say this with me, Today, salvation has come to this house. Because this man too is son of Abraham.イエス様がこの失われた人と語るときにですね、それは第一にイスラエルの滅びた羊のことを指して語っています。皆さんこれ忘れないでください。 When Jesus mentioned the lost sheep in the Bible, that primarily indicates the lost sheep of Israel. 主がマタイの15章でここ一箇所見てみましょう。15章の24 Strictly in Germany.とイエスは答えて言われた。私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされないと言われた。 In English, Jesus answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. イエス様が来られた目的はここなんです。で、ここを私たちが外してしまうと聖書を正しく理解することが、主は失われた羊のを救うために、探すためにこの地に来ています。で、聖書の中で滅びた羊というのは、北イスラエルの十部族を指してくれています。で、ザーカイというのもその部族の一人だったんですね。The lost sheep in the Bible again, primarily, the ten lost tribes of northern Israel. And Zacchaeus, one of them.いいですか。ここがとても大事なんです。神の救いの目的というものはザーカイ一人だけではないんです。全イスラエルの救いと回復であるということなんです。 But here's very important. Listen carefully. The ultimate purpose of salvation, God's salvation, is not only for the one person like Zacchaeus, but the restoration and salvation of the entire Israel.なぜ私たちがこのイスラエルの救いと回復のために祈る必要があるのか、いや、祈らなければいけないのか、まあ、祈り会でも毎週ご祈ってますけど、それはイエス様が歩まれた道だからです。そして、これは紛れもなく父の御心だからですね。
The reason why we need to pray for the salvation of Israel is something that Jesus strived after throughout the entire life. And that is the heart of the Father. 皆さん祈りをですね、小さくしないでください。私たちはこの大きなビジョンを持っていきましょう。神の救いというものはザーカイ一人だけではないんです。皆さん一人だけではないんですね。全イスラエルであるように、すなわちは私たちの全家族の救い、すべてのこの親族の救い、そしてこのボーバレーの地域の救いであるということを心が信じておりませんか。We need to grab this bigger picture as we pray. God's salvation is not only for Zacchaeus, not only for the one person, but that's for the entire Israel. The meaning that your all families, your all relatives, this all this community. 8節においてザカイがこのように語りますね。私がこの物語で一番好きな節なんです。主をご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。 Say that. Let's read in English. Luke 4. Here and now I give the half of my possessions to the poor. And if I cheat every other enemy, I'll pay back 4 times the amount. ザカイの人生というのは変えられていたんですね。皆さんの人生って変えられてますか？イエス様との出会いを通して、福音を通して、皆さんの人生って、ライフスタイルって変わってますか？ここが大事なんです。The life of Zacchaeus is completely transformed. And how about yourself? Through the encounter with Jesus Christ, has your life been changed? By the power of the gospel, is your life transformed?Do you live like Zacchaeus? 主に喜ばれるレベルで日々私たちは生きているでしょうか。ちょっと今日のメッセージはハードルが高いですが、 Do you live day to day the level that is pleasing to God? 主に喜ばれる歩みっていうのをちょっと最後に皆さんに考えてみましょうか。 Just wanna pause a moment. Think about the way that is pleasing to God. 私が思うにですね、最も具体的であり実践的である歩みというのは日々主に聞くものだと思うんです。夫婦関係でもですね、お互いに愛しているからお互いの声を聞きますよね。愛が冷めている家庭とかですね、そういった地域によりもお互いの声届かないんです。違いますか？ But personally, the way that God is pleasing to Godis a person who listens to his word. And even the relationship with a husband and wife, because they love each other, they listen to each other. 先月、つい先日ですね、妻がですね、ゆうかちゃんの服を買いたいって言って、お小遣いから買うからって言って私に聞いてきたんですね。買っていいって。私は心の中でもう自分のお小遣いなんだから自分で買えばいいのになと思ったんですけど、その聞いてくれたことがすごい嬉しかったんです。で、彼女はこの自分で決められることもまず、特にお金が動くときはですね、私に聞いてくるんです。で、私も同じようにしてるんですね。何か本とか参考書買うときも、必ずこの、妻に聞くようにしてるんです。聞いてますよ。聞くようにしてるんです。で、お互いに愛してるので、お互いの声というのを尊重する。お分かりですか、皆さん。聞こうとするんですね。皆様どれだけ主を愛してるか。皆さんがどれだけ主の声を聞いているかだと思います。 To show how much you love God, it depending on how often you hear His word. もう少し厳しいこと言いますよ。皆さんが普段一番聞いている声というものを、見ているものを皆さん一番愛しているということです。 Whatever you listen to the most, that is what you love the most. 詩篇の37編の4節、最後にこの見方3、はい。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてください。In English. The righteous
隠れた心の願いさえも、皆さんが祈らないその願いさえも、主を聞いてください。主を喜ぶってすごい力なんですよ、うん、アメンでしょうか。主を喜んで歩むっていうのは本当に大きな力を生み出してます。ぜひ皆さんこの1週間、この主に喜ばれるレベルで私していきませんか。これが変えられたものの意味だと思います。Through this week, may I encourage you to live in the way that is pleasing to God. This is the life of Zacchaeus. あの罪人であったザーカイが木の上に登っていたように、私たちの罪もあの十字架の木の上で貼り付けにされたんです。そしてこのイエス・キリストを信じる信仰によって、私たちは永遠の滅びから救われている。そしてこの地上にあって人ともに歩むことができる。Like Zacchaeus as sinners climb up the tree, our sin was also nailed to the cross of the tree at Calvary. And we are saved by Jesus Christ. 皆さんぜひこの救われたレベルで満足しないでください。私たちは変えられたものとして、また日々主に喜ばれるものとして、この祝福と恵みの深みを体験するものとして、この縁でございませんか。Please do not satisfy the level of your salvation, but as your life has been changed, may I encourage you to live in the way that Zacchaeus lived. お祈りしましょうか、皆さん。今日聖餐式がありますので、共に心を整えていきたいと思います。ピアノの皆さんですか。しばらく私たちの心を吟味し、心にある全ての思い煩い、また主に喜ばれない習慣、行動、発言、その全てを十字架のもとに向く祈りをしていきましょう。私たちは変えられたものとしての生産の恵みを扱っていきたいと思います。しばらく皆さんに祈っていきましょう。主の十字架によってあがなわれ、主の血潮によって全ての罪が許され、また変えられたものとしてあなたの御前に招かれていることありがとうございます。ペテロがあなたがいなくなった時、彼は昔の古い漁師の生活に戻ろうとしました。そこに恐れがあったからです。イエス様がいないという不安があったからかもしれません。しかし私たちはあなたが御言葉で約束しておられるように、世の終わりまで私はあなたと共にいる。たとえあなたが見えなくても、あなたの臨在を遠く感じる時であったとしても、この御言葉の約束と確信が与えられていることありがとうございます。日々あなたが私たちを導き続け、また慰め励まし、私たちが弱る時に、倒れそうになる時に、私たちの手を取ってあなたが立ち上がらせてください。この恵みの世界に生かされていることをありがとうございます。主あなたが与えてくださる霊は臆病の霊ではない、力と愛と慎みとの霊であると、あなたが語られているように、この朝御言葉から来るあなたの確信と命によって私たちの心を新しく作り変えてください。また今私たちの生活の中で、私たちが握っている、あなたに喜ばれていない習慣や思いがあるならば、今この聖餐式を取るにあたり、私たちはそれらすべてを手放していきます。十字架の血潮によって私の内を清めてください。
十字架の贖いによって今一度私たちが変えられたものとして歩む信仰と献身の思いが与えられますように、お一人お一人を主を強めてください。また今日さまざまな事情があってこの礼拝に集えなかった兄弟姉妹のその場所においてもこの聖餐の恵みが等しく注がれますように、あなたの行為と恵みがこの GJCC 全ての家族の上に全ての世代の上に豊かに注がれますように、主あなたの手にお願いします。救い主イエスキリストの名を通して祈ります。アメン。聖餐式を共に行っていきたいと思います。すでにイエスキリストを信じ救い主と信じ洗礼を受けている方、富子の聖餐の恵みに預かってください。 If you believe in Jesus Christ as a personal Savior and get baptized, may I encourage you to partake this communion service together. 一人でも多くの方がこの聖餐の恵みに預かってくださることを祈っています。 I pray that every one of us would join us together for this blessing and graceful communion service. 皆さん前に来て共に取って席に。またこの杯は私の血による新しい契約です。私を覚えてこれを行いなさい。 This cup is new covenant in my blood. Do this in remembrance of me. 共に扱いましょう。どうぞ皆さんお立ち上がりください。最後に主の声を私たちは日々聞くものとして、これが変えられた者が意味の特徴だと思うんです。主を愛する者としてこの声という声が
精霊との深しき深い親しき交わりがこの朝あなたがその御手を持って引き寄せまたその名を呼んで集めてください。